アヒルのジマイマのお話は、ビアトリックス・ポター作のピーター・ラビットの絵本である。アヒルのジマイマパドルダックは、自分で産んだ卵が住んでいる農家の人によって、取り上げられ、面取りが温めて、返すのに不満を抱く。そこで家から遠く離れた森の中で卵を産むことに、した。巣を作るのに良い場所を探していると、ジギタリスの生えている広場で、 黒く突き立った耳と太く長い尻尾を持った一人の紳士と出会う。ジマイマが事情を話すと、その紳士は自分の夏の住まいを提供することを提案する。そこにはたくさんの羽毛があり、その羽毛で巣を作ったジマイマは卵を産むために毎日そこに通い始める。産んだ卵の数が9個になり、ジマイマは次の日から卵を温め始めると紳士に告げる。すると紳士は、 じまいまにごちそうを振る舞いたいのでその材料として、スパイスと玉ねぎとパセリを持ってくるように、という。次の日、何の疑いも持たない、じまいまが食材を集めていると、番犬のケップが、じまいまを問いて出す。事情を知ったケップは、友人のフォックスハウンドの子犬2匹を呼びに行く。じまいまが、紳士の小屋に着くと紳士は、神経質になっており、じまいまを乱暴に小屋に追い込み、 少しすると黒い花を持った誰かが小屋の鍵を閉める。次の瞬間大騒ぎが始まり、それ以降、その狐に似た紳士を見かけた者はいない。ジマイマはケップに助け出されたが、卵は両犬たちに食べられてしまう。家に帰ったジマイマはその後産んだ卵を自分で抱くことができたが、卵を抱くのが下手だったので4羽しかひを返すことができなかった。 ありがとうございます。